育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めない夏がダメだったりセロリが好きだったりするのねましてや男と女だからすれ違いはしょうがない教えてみたり多くを求めたりなっちゃうね何がきっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろうやるせない時とか心もとないよりできるだけ一緒にいたいのさ頑張ってみるよやれるだけ頑張ってみてよ少しだけなんだかんだ言ってもつまりは単純に君のこと好きなのさ